こんにちは、ゆうぞうです。さあ、始まりました。ゆうぞうホビーベースのカスタムカーコーナー、新車プロボックス、カーオーディオ、取り付け編ということで、私のこちらのプロボックスに、カーオーディオを取り付けていきたいと思います。それでは、スタートします。はい、ということで、私の新車プロボックスには、オーディオがついていない状態になります。今日取り付けるもの紹介いたします。それがこちらです。じゃーん、パイオニアカロッツェリア MVH7500SC です。これはですね、ワンディンのオーディオになります。こっちはツーディンで、ワンディンのオーディオです。まあ、裏見るとこんな感じですね。ここにスマートフォンがなんと載せられます。で、専用のアプリをダウンロードすると、このスマートフォンがナビゲーションシステムになります。こちらがですね、今人気でなかなか定価ではね、手に入らない状態になっておりますね。これをね、これから取り付けていこうかなと思います。じゃあまずね、中身開けていきましょう。まあ、ちらっとは見たんですけど、隙間を埋めるアタッチメントを、これはね、いただきました、サービスありがとうございます。で、付属しているのがこちらの配線ですね。電源とかスピーカーとかつなげるための配線、あとこれはマイク端子ですね。マイク端子、この中のステイに取り付けるためのビスですね。あとはこれですね。はい、ドーン、これですね。ちょっとで、これがここに入るわけですよ。ここ入るんですけど、まずね、このままじゃ入らないので、ここをね、取り外しして、中のステーを取って、ここにステーをつけて、配線もねつけないといけないので、そこら辺をやっていこうかなと思います。あとは用意したものはこちらですね、ワンディン用の下のポケットですね。要はこれ 2D なので、ワンディンのやつを取り付けるとスペースが空いちゃうんですよね、下に隙間が。そのを埋めるためのポケットですね。これ要はこれがこう2段になると、こんな感じでね。あとはこれが一番大事なところなんですけども、トヨタダイハツ専用オーディオハーネス、これが必要になります。これね、配線なんですけども、まあ、オーディオ側がこういうギボシで、車両側がこういうコネクタなので、ギボシとコネクタ合わないですよね。これを中間するハーネスキット、これがないとつけるのが大変めんどくさい。まあ、要はこれもでギボシがあるので、ここにね、ギボシをガチャガチャっと挿して、でオーディオ側と車両側でドッキングさせてあげると、これが必要になります。まあ、開けてみましょうか。はい、出てきましたね。フロントスピーカー、電源、あ、まあ、これがアース線ですね。で、このコネクタを車両側にこう、ね、こうガチャンとつけて、さっきのオーディオ側のハーネスをここにガチャコンとつけて、こっちのコネクタをオーディオに取り付けます。ただこのままだとできないので、ここをね、一回取り外します。でプロボックスいいところはね、簡単なんですよ、外すので。寒い時は、まあ、ここ雪国ですけど、マイナスとかになってくると、もうこういう樹脂がカッチカチになるので、外すのが大変です、痛いし。なので、まあ、冬だったらもう暖房効かせて、わざとね、あったかくしてから外した方が外れやすいですね。はい、まず外しましょう。手入れれるんですけど危ないので、慎重にね、外していきます。はい、はい、簡単ですね。あっという間に外れます。で、ちょっとここら辺引っかかるので、で、ここにね、ハザードのコネクターがあるので、これを外します。これね、爪を取ってやると、あ、もう、はいはいはい、外れました。はい、ハザードのスイッチ、これがここにありましたね。はい、カチッと、で、この爪を押して引っ張るとも簡単に取れます。工具が必要になります。はい、ここのね、ステーね、ありますね。このステーが10ミリのビスで止まってますので、これを外さないといけないので、こ
工具が必要になりますね。まあ、工具は何でもいいんですけど、こういうツールセットね、ホームセンターとかに売ってますので、こういうの一つあると便利です。こんな感じでもいいかもしれないね。こう外していきます。あ、硬いね、結構ね。ここら辺はちょっと狭いんで、ビス落とさないように注意しましょう。指、これね、指切れやすいんで、ほんと気をつけてください。こういう、この鉄板ね、バリとか余裕であるので、鉄板と一緒に外しましょう。はい、はい、こんな感じでね、ステーが外れました。で、ステーには、まあ、分かりやすいように、ここにね、打刻があります。R と L。まあ、左と右ですね。分かりやすいようになってます。マイク端子、これで音声操作できるんですけど、これつなぐとしたら、この中通して、まあ、ここのハンドルの前ですね、ここのスペースにマイクを取り付けようかなと思います。はい、あとね、両面テープついてきます。まあ、ドライヤーで温めるとか、そうしないと寒い時期は剥がれやすくなりますので、ちょっと気をつけてください。マイクね、ここら辺にね、ここら辺につけましょうか。マイクね、いらないな、これ。一応取り付けていきます。通りましたね。裏側を通して、配線が通ってる道を一緒に通るようにすると綺麗に収まります。これ今貼っちゃうとね、ここのパネル多分取り付けられなくなるんで、ダランとしておきましょう。タイラップついてこないのはな、ちょっとな、痛いな。付属でタイラップとかもつけてくれれば優しいんですけどね。ラジコン用のね、短いタイラップ持ってきたので、これでちょっと配線をまとめます。で、この配線は奥の方に、まあ、車両側のハーネス束になってるのがあるので、そこにまとめてもいいかもしれないですね。そうすることによって綺麗にまとまります。これでマイク端子は OK です。このオーディオにですね、ステーを取り付けていきます。あとポケットですね、これも一緒につけていきたいと思います。こんな感じになりますね。どこだ、ここかな、ここだな、締めすぎ注意。それでこのね、オーディオ側のハーネスにですね、アース線がついてますよね。このアース線はボディアースに落とす必要があります。で、わざわざ車両側のね、金属部分に挿してあげるのがなかなか狭くてめんどくさいので、こっちのね、オーディオのステーと車両側、実はつながってる部分があるんですね。なのでステーにアース線をつけちゃえばアースに落ちるということになります。なので、ここかな、ここのビスかな、ここにですね、はい、こんな感じでね、取り付けてやれば、はい、アースに落ちますね、これが。ここのステーから、ここのボルト取り付け面に行って、取り付け面から車両のアース側に落ちると。はい、取り付け OK です。これで、OK、OK じゃねえな。このままね、つけるとね、こうつきますよね。ここのね、脇、隙間開くんですよ。なので、この隙間を埋めるね、アタッチメント、さっき、ね、説明したやつ、これをつけないといけないんですよね。こいつがね、こんな感じでね、こんな感じでつきます。これでね、隙間を埋めることができます。はい、こんな感じで取り付けが終わりました。横はこんな感じですね。はい、それではこのね、ワイヤーハーネス、車両側とオーディオ側をこれね、くっつけていくんですけども、だいたいね、色一緒なので、あと書いてるしね。まずじゃあ黄色からいきましょうか。黄色、ここにね、書いてます。メインパワー、これね、常時です。つまりこの黄色ですね。カチッと順番にいきましょうか。赤、ブスッと
結構ね力入れますよ。ぐさっと刺さる感じですね。ぐさっとイルミネーションブスッと、よいしょ。これね配線多くなるんだよね、この車外品って。それがめんどくさいよね。フロントスピーカー、ふっ、もうこれ以上ないから、もうこれスピーカー2つしかないから、もうこれ以上ない。 OK、 これで OK。 緑系はね、これリアスピーカーなんですけど、この車ねリアスピーカーないんですよ。なのでもうこれでおしまい。はい、あとね黄緑の配線、パーキングブレーキって書いてるんですけども、取扱説明書だとパーキングスイッチのプラス側に接続してくださいとなってるんですけども、まあ、12V ですね、 12V の端子に赤タップをつけるんですけども、それでまあ 12V パーキングブレーキを作動させると 12V のスイッチがオンになって 0V になる。そうするとパーキングブレーキがかかってますよっていうのを判断して操作できるという仕組みになってるんですけども、この配線がね長くてうざったいので、これをこのまま切っちゃってアース側に落としてやれば 0V 検出しますので、まあこれで問題ないかなと思います。まず配線をねウッチしていきます。まあ切っていきます。まず切ります。はい、ここにですねアースに落とすこれですね、この端子をこの配線に取り付けていきます。そういう時にこう便利なのがこのワイヤーストリッパーっていうやつなんですけども、ワイヤーをこう切ったりね加工したりするためのプライヤーですね。この被覆を1センチ弱くらいで、こんな感じでね被覆が取れますので、抜けますので、これをねクリクリクリっとで、この端子をつけます。こんな感じでねやりましたら、こう配線加工をしていきます。まだガッチャンコガッチャンコ、こんな感じで配線加工終わりました。これをまあアースにね落としてやります。一緒にね、パーキングの方の配線をアースに落としましたので、まあ、これで止まってるよ判断してくれると思います。さあそれではいよいよ取り付けていきましょう。このコネクタを挿します。でマイク、さっきのマイク端子とあとラジオ端子がねちょっと奥に隠れてるので、それと一緒にねマイク端子とラジオのアンテナ線ですね、これをつけていきます。キュッと、はい、これで配線はすべて取り付けが終わりました、つながりましたので、これをつけていくんですけども、配線がね結構多いのでうまく収納しながら、でこのステーにね噛まないように取り付けます。はい、 あとねここがね結構狭いの で、ね、つけるときにポロッと落ちてしまうと大変なことになってしまうのなってしまいますので、最初にねつけちゃって一緒にやった方がいいかなとは思います。はい、取り付け完了しました。それではカバーをつけます。ここがね純正じゃないので結構キツキツなので、ここをね先にうまくはめてからやんないと、ずれるとね入らなくなるので、はい入りました。まあ多少ね隙間が、まあ、あるのは、まあ、純正じゃないのでしょうがないです。はい、ということで、取り付け完了しました。そうしたら次はこれを Bluetooth でつなぐんですけども、その前にここにねスマートフォンを挟めるフォルダーがあるので、これを取り出していきます。ここにですねちっちゃいボタンがあるんですけども、このボタンを押します。はい、そうするとこう浮きますね。でもう一回押しながらやると外れます。ここを両端を引っ張って手前まで出したら上に持ち上げます。でこいつをスライド横からねこうスライドさせて爪を引っ掛けて入れてあげて
カチンとはめるとここにスマートフォンが取り付けられます。で、私のスマートフォンは iPhone 13 mini なんですけども、クアッドロックのカバーが付いてます。ただそれでもね、乗りますね。で、結構ねガッチリしますね。時計回りに90度縦にねすることもできます。でも全然で倒して、ここまで倒せますし、上はここまでが限界か。はい、こんな感じでね、取り付けることができます。それではね、この、携帯とオーディオをね Bluetooth 設定していきたいと思います。設定はねクイックガイドの方に載ってますし、取扱説明書はホームページからダウンロードすることが可能なので、そちらで確認した方がいいかと思います。はい、じゃあまずエンジンをかけます。はい、そうしますとここにねディスプレイ出てますね。 Bluetooth 設定をオンにしてデバイスを検出します。デバイスが出てきました。ここですね、 7500SC と出てきましたので、これを押します。そうするとペアリングナンバー817847出てきます。で、こっちにも817847で Y っていうものが出てきます。そしたらここ四角ボタンを こっちのボタンを押します。で、こっちもペアリング、はい、来ましたね。許可します。はい、そうすると自動的にアプリに取りましたね。で、確認、これはディスプレイを変えられる、どっちにしますかっていう、こっちにしようか。はい、あ、そうするとこんな感じになりますね。で、これを横にすると、はい、こんな感じで、はい、つながりました。マイク、あとこれは電話ですね。音楽設定、 Bluetooth で現在地、あと多分これを押すと、まあ、いろんなメニューがありますね。ソース切り替え、まあ、ラジオ聞きたかったらここラジオ押してラジオを聞くとか、まあ、細かい設定に関しては、まあ、取扱説明書ホームページからダウンロードすることできるので、まあ、そこで確認してねやればいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、プロボックスだからっていうのもあるんですけども、まあ、こいつもね結構シンプルでとてもつけやすかったと思います。こんな感じでね、私のプロボックスをどんどんねカスタマイズしていこうかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。